どの色動画にしようかな？にあり。あれ？これ俺？学ブル、ポルノサイトを閲覧していたところ、自分と妻の動画を発見してしまい、エッチな気分どころではなくなってしまった男性について、台湾メディアが8月12日に、報じている。中国、武漢に住む男性、28、は、自宅でスマホを使用しポルノサイトに、アクセスしていた。するとサイト内で、ある動画を発見。なんと、それは自分と妻が夫婦の、営みに励んでいる様子を、映したものだったのだ。男性は、この動画が盗撮されたものであることに、気づき、すぐ妻に連絡。妻はあまりのショックで泣き出してしまったという。男性と妻は、動画が2年前にホテルで、撮影されたものだと確信。しかし、警察によるホテルの捜索にもかかわらず、カメラなどの証拠品は見つからなかったという。ポルノサイトのサーバーはアメリカにあるとのことだが、現地当局は男性からの訴えを受け、サイトを閲覧禁止にした。